シダミ大塚古墳は、愛知県名古屋市森山区にある古墳。シダミ古墳群の一つとして、国の史跡に指定されている。2008年当時のシダミ大塚古墳7月、大久保池の周辺に点在する古墳群の中で、最大規模の前方円墳。周辺が、大塚遺跡と呼ばれたこともあり、その中の大塚一号墳とも呼称される。 1923年に、京都帝国大学の梅原松次によって行われた、公園部の発掘調査では、墳調部から、粘土核の主体部が発見され、内部から、多くの副葬品が出土した。しかし、古墳自体はその後長らく放置され、1982年1983年になってようやく、愛知県教育委員会の依頼で、名古屋大学による、 測量調査が行われた。2005年以降、名古屋市教育委員会による調査が行われているが、年月を経る間に、外観はかなり失われている。なお、2008年の調査時に、梅原が発掘調査を行ったものとは別の主体部を確認している。前方部が短いホタテ貝形古墳で、墳球は全長約55メートル、公園部の直径が約40メートル。 噴口は、公園部で約7メートル、前方部で約1.5メートルと推定される、主軸を北東方向に向けている。噴丘には、円筒埴輪が置かれ、噴霧部に、河原石の吹石を巡らしていた。また、公園部には、テラス面が確認されているほか、公園部から見た右側首レブに作り出が付設されており、その上部に、埴輪列の一部が残存している。 前方部の傾斜角と吹き石の思考が変化している構造を持っており、集合側では約10度と緩やかで、拳台の円滴を敷き詰めるように吹いているが、墳糾側では約40度の傾斜を持つ部分もあり、大きめで平たい瓦石を 5cm から 10cm の隙間を開けて平面を外に向けて貼り付けたように吹いている。 前方部の傾斜角が変化する同様の構造は、周辺では西奥手古墳のみとされる。集合は一重で馬蹄型に墳球を囲んでいると推定され、緩やかな逆台形もしくは V 字型の断面を持つ。外包み上部に幅0.5メートルほどの平坦面が確認されるなどしているが、開発により一部は舗装道路下に埋没している。前述の通り、 1923年の梅原による発掘調査以降は目を向けられることのなかった本、古墳だが、2008年の発掘調査で北東から南西方向に主軸を向けた、もう一つの主体部残存が確認された。新規主体部の規模は、母校が長さ5.8メートル、幅3メートルで、前方部側に幅0.9メートルの通路上以降があった。 木管そのものは確認できなかったが土層から赤色顔料が見つかるなどしており、内面に塩を塗った長さ3.6から3.9メートル、幅約1メートルのくり抜き式木管が直接埋葬されていたとも推定されている。梅原市大部の記録では埋葬した際の遠いは、立刀の服装状況から北東だったと思われ、 新規主体部についても、梅原主体部と並列し当位も同様だったと考えられているが、両者の埋葬された時期的な関係などは不明である。なお、木管があったとされる場所の土葬から漆膜が見つかっており、木管上に置かれていた漆塗り側立てが、木管が朽ちた後に落下した痕跡と考えられるという、ありがとうございます。